皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマジョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。まあたまにはこういうちょっとファミ通のネタがちょっと乏しくなりましたので、ちょっとそうですね、まあどうだろう、こうか、フリースイーツスターラディッシュドキマ、そうですね、ちょっとエクストラエピソードでちょっと遊びたいと思います。そうですね、ドキドキ満場審判大当たり、そうですね、確かどれだったっけな、ミニゲームがあるの、七不思議リターンズ、エンカウント、ニャントパラダイス、どれだっけな、エンカウント 100% じゃなかったよな確か。もしもレンゲがパンダの挑戦、あやめとうんじゃろう、それではとりあえずこれやってみましょうかね。あーたん、いらっしゃいませなのです。お、バイトでも始めたのか。ふに、レンゲ丼はお客様以外の何者でもないですに。いや、じゃあなんでいらっしゃいませって言ったんだよ。そんな過去の話はどうでもいいのです。今日の本題はこれなのです。パンダ、こっつい、なんだこいつ、なんだこれ、パンダの挑戦 2？ そうなのですよ、説明を聞くですかに。まあ、聞きましょう。では前作パンダの挑戦から説明させていただきますに、前作パンダの挑戦はタイトルに挑戦と書きつけつつ、ジャンルが脱出シミュレーションとただ逃げるだけで何に挑戦するのか全くわからず、ただの得意なキャラ設定だけが話題を呼び、ただのネタゲーと発売前からささやかれていたのですが、いざ発売されるや未知の生物である逆パンダが研究所から逃げ出すストーリー、細部まで作り込まれた世界観、そしてちょっとしたお茶目な演出などなど、何かが心の古戦に触れ、意外な良芸としてコアなファンがつくぐらい人気が出たのです。ちなみに捕まるな掴み取れというキャッチコピーの掴み取れの部分が何を指しているかをめぐって、未だに血で血を洗う論議口論が続いているですに。それで2が出たから一緒にやろうってことなのか。違うのです。レンゲ丼はもうクリアしたのですに。はあ？じゃあ何のための紹介だったんだ？2が出る。この情報がもたらされたとき、皆歓喜の舞を踊ったのですが、新情報が出るたびに希望は絶望へと変わっていったのです。それでも、淡い期待を抱いて、早速ゲームを始めると、まずは安易な萌えキャラの追加、パッケージこそこんなのですが、ゲームを起動するや女の子ばかり。前作の殺伐とした雰囲気や生きるか死ぬかの絶望的な緊張感はその存在すら忘れられ、うふあははの展開にもんどり打って倒れるプレイヤーが続出したのですに、だいたい脱出シミュレーションと釘打ちながらわざと捕まって女の子にいろいろされるところがメインのゲームに なっていたり、わけがわからんですのに。そしてみんなが何かがおかしいと気づき始めたとき、驚愕の事実が発覚したのです。なんとかゲームをクリアし、何気なく流れるスタッフロール、そうですに、スタッフが丸々変わっていたのですに。それ以来、パンダの挑戦2は黒歴史としてなかったことにされたのですよ。あれから14年、存在を抹消されたゲームがレンゲ丼の手に。この感動をアータンにも伝えたかったのですよ。はっ、寝てないぞ。ちゃんと聞いてた。では、これをアータンに貸してあげるのですよ。いいのか？ウニ、ぜひアータンにも黒歴史を楽しんでもらいたいですのに。そういうことなら早速やるか。じゃあまたな。ミュー、またなのです。なるほど、これむ、はっ！俺はなんでこんなところに、それにこの体、逆パンダになってる。
ああ、夢か。こんなゲームして寝てたから、こんな夢を見るんだな。夢を楽しむ。起きるのはいつでもできるし、夢を楽しんでみるか。それにしても、なんでこんなところに？お、ま、たせ。やっと普通の仕事、やっと仕事の後の後始末終わったよ。これからいっぱいモフモフしてあげるからね。まあ、ここは、モフモフされましょう。モフモフ、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 モフモフ。かわいい、かわいい。で、ゲームオーバーです。というわけで、今回はこの辺で、ドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。